渋谷はじめの何でもない話、イエーイ、第2回。はい、ということでですね、渋谷はじめの何でもない話第2回なんですが、何喋ろうかなって考えて、今回はですね、はじめセレクトを選ぶ基準、まあね、はじめセレクトちょこちょこやってますが、まあ、何を基準にしてるかっていうと、まあズバリ新商品、まあ最初にね、まず最初は新商品であること、あとは美味しそうであること、確実にこれはうまいであろうものを自分の味覚を信じて選んでおります。あとはそうだね、まああまり高すぎずっていう感じかな。まあそらね、高いものは美味しいのは当たり前なので、まあなるべく手の出しやすいお値段のものを選んでおります。うん、最近で言うとね、なんだっけ、セブンイレブンさんのカマンベールチーズスフレケーキっていうのを最近食べたんですが、めちゃくちゃ美味しかったです。またね、あの放送でも紹介しようかなって思ってる一品です。ってことで、以上、渋谷はじめの何でもない話でした。またねー、おつじめー。